あ、苦しい。何？お腹が空いた？お腹空いて苦しい。もうだってこの人本当にダイエットしてて偉すぎる。もうね、信じられない本当に。常人ではない。本当に。やめてもらって。本当に。このジョイフェスのために節制してるんですって。そうなんよ、今きついのよ。あーちゃんはその人なりでしゃぶしゃぶ食べた。今日ハンバーグじゃない？え、ハンバーグの後でしゃぶしゃぶも食べたよ。え、そうだったっけ？うん、見てなかったわ。うん、食べた。ハンバーグと普通にご飯と、うんうん、おかしい。だってあの量のリハのやって食べないの、うん、やばいよ。無リンゴかも。偉いね、頑張って。私偉すぎる。クルピーナッツ。ハンバーグとしゃぶしゃぶ食べすぎって言われた。えっ？可愛く言ってかなんとかなると思って。えっ？えっ？頑張った、続いた。でもね、そんなあのね、みんなが思ってる量じゃないからね。ハンバーグこんぐらいだし、しゃぶしゃぶも4枚ぐらいだし。私異常だからね、食べるとき。いや、でも我慢できるのがすごい。私その長時間我慢するのが本当にできない。いや、私もないよ。でもちょっと今日は本当に、なぎさが食べてないのが本当におかしいってぐらい、リハ、やばかったね、さすがに、うん。私もね、自分でも今すごいと思ってる。すごすぎる。だってみんなめっちゃドーナツ食べてたよ。私は、泣きながら持ち帰った。うん、ね、偉すぎだよ。本当に。やばい。本当に食べたい。全部、すべてを。食べていいよ。でも終わったらマジで食べ尽くすね。一回目つぶってドーナツを食べてる自分を妄想してた。むなしい。むなしいよ。ドーナツ食べれない。なんかこれ放送されてんのよ。本当に黙るわ、さすがに。本当に黙る。こんな感じでたまに遊んでますね、ゲストで。本当に遊んでる。遊んでます。面白い、本当に。イコノイジョイのために節制してる斎藤凪沙ちゃん偉すぎるから、ドデカハンバーグ差し入れて。差し入れてもらえな。みんなもうね、あのウォーターパーティーで水の代わりに投げてもらえな、ハンバーグ。